怖い感じ。おお、すごいこれ。今から JR の土合駅というところに行こうと思ってるんですけど、なんか階段が468だったかな。日本一のモグラ駅と言われてる駅らしくて、体験しに行ってきます。今日は暑い。では土合駅に向かいたいと思います。まだ雪が残ってる。これ土合駅。土合駅です。行ってきまーす。行ってきまーす。よいしょ。よいしょ。発見ボタン、こういう仕組みなの。こういうことなんだね。こっちは地上の方ですね。こっちか。そしたら怖い感じ。おお、すごいこれ。やばいこれ。何これ。いやこれすごいですね。めっちゃこんなん見たことない。モグラ駅、これ結構寒いです。では頑張って乾燥してきます。おお、すごいなこれ。ホームどうなってんだろう。うわー、
何段って書いてあったっけな、これ。462段。ベンチがあった。帰り延と続きそう。462段、どうだろう。まあ数聞いても実際歩かないとよくわからないけど、ただ往復するんで倍の914段歩くっていうことか。まあ運動になるしいいかな。誰も、いや、あんまり好き好んでくる人もいないだろうな。ここにもベンチがある。上りの方がきついのかな、やっぱり。ん？なんか210って書いてあるな。下から210かな。ってことはもう半分かな、これ。お、200段。いいね。そんな大したことないかな、実は。いや、意外と余裕かもしれない。しかし寒い。風が下から吹き上げてくるから、まあ、コート着てきてよかった。外は今日15度とかになってたけど、寒い、ここは。うわ、なんか風がすごい出てきた。おお、寒い。ああ、やっぱ誰も来ないな。おお、寒い。下りは6分ぐらいできましたね。寒い。あ、やっぱりこれホームだ。すげえ。あ、え？え、ちょうど電車が。来ましたよ、なんか。うお、すげえ。貨物列車が走っていった。びっくりした。はい、土合駅。はい、土合駅のホームです。いや、これ一生に一度しか来ないだろうな。夏
待合室。待合室。では改札に戻ります。今日は今からストップウォッチで時間を測って上までどのくらいの時間で行けるかやっていきたいと思います。では開始。はい、下からだと階段の段数が書いてあるからいいですね。はい、今30 50 60。100。少し息切れしてきました。やっぱり上りの方がきつい。ペースが落ちてきた。ここで200か。ここで半200。ゆっくり来ます。慌てる必要がない。タイムトライアルでもない。いい運動になるこれ。マジで。300。暗くてよく分かんなかったけど。外国人でした。荷物を持ってここ降りたり上がったりは大変ですね。あれは。お、400。もうすぐあと7段。6、7。ちょっと時間を見ます。5分50秒83。全然10分、6分以内で着きました。いや、そんなめちゃくちゃ急いでるつもりなかったんですけど、でも息切れするし、僕は荷物何も今日持ってないから、荷物持ってたら、まあ、倍近く絶対かかるでしょうね。いや面白かった。いや、ではドア駅の改札に戻ります。スキー行く人はこれに乗るんですね。いや、暑い、暑かった。いい運動になった。ではこれから、戻りたいと思います。